どう乗りますこれ2台とも3台あります。ありがとうございます。はい、3台。じゃあ、別れて乗りましょうかね。はい、3台で。はい。じゃあ、話しながら行こうかな。そうね。うん。広い方がいい？そうね。あ、ちょっとこれだけ。よいしょ。どうぞどうぞ。もちろんもちろん。こんにちは。こんにちは。ご飯じゃない。エナシエチかな。ハスピタル？ジニアスピタルパジュ。ないんご、リジェントプラザケさん。あ、ウィナーリジェントプラザケさん。あ、違う。バタヤフコ。ジジ。アバリタワルス。ジジ。ケサ。ユエドノンガリビサートじゃんけ。この服ね。そうね。この服は欲しいね。この服。これはもう国民服とかそういうわけじゃなく、自分たちがもう生活の中で着やすくできてるってことですよね。T シャツみたいな感覚で。イケメンもいるよね。超イケメン。でもいろんな民族がいるから出身地によって全然顔が違うんですよね。確かに。この服本当ピンキリで、男性もオーダーすると、なんかもう本当にレセプションできるようなすごいいいやつもあるんだ。絶対それがいいや。それだったらね、なんか1万2万とか買う。いやでも買いたい。自分に合ったサイズ作ってもらって。めっちゃいいやん。報告の時。うん、絶対それしよう。やろうやろう。既製品だったら本当数千ルピーで3000、4000ルピーとか。で、既製品も買えるし。せっかくだったらね、生地から選びたいよね。すごいな。あ、やっぱり夜とは違いますね。活気があるというか。そうですね。でもまだ彼らにとっては朝早いから、まだ少ない感じ。あ、そうなんだ。体調大丈夫ですか？あ、全然。バッチリで。はい、欲しいものとか。本当だよね、長期戦だからね。ね、そうですよね。あ、なるほど。もうこの1週間は、そうね、この1週間がもう山場なんで。愛想がすごくありますね。そうです ね、なんかそのガードの方でもやっぱちょっとスマイルしてくれるっていう感じが。あ、本当ですか。ガード大丈夫でした？うん、大丈夫。いや、なんかそういう方々は割とこうね、あまり笑わないイメージがあったけど、ちゃんと可愛いですよね。うん、いかつい格好して。そう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 。なんかおもてなしをすごく大事にする人たちだから、何でもかんでも食べろ食べろっていう。いやすごい。あの、そうそう、気になったのは残したりとかは全然 OK なの？大丈夫です。大丈夫よね。はい、残さなきゃいけないわけでもないので。あ、食べちゃったら食べちゃったで OK だし、いらないのはもういらないって言っちゃって大丈夫。大丈夫です。お、結構あれだよね、工事中というか作ってる感じですね。あの、工事で全部で、ね、結構うちも悪くなってしまったので。うん、この写真で見たこのペインティング、トラックペインティング、あの OPTP っていうのがパキスタンのポテト屋さんで。あ、本当。ワンポテト、トゥーポテトで OPTP で柱文字と。そういうこと。PPAP 的な。いいですね。美味しい。美味しいです。あ、本当。一回行きたいね。ファーストフード。ファーストフード。ローカルファーストフード。こういう、なんて、なんだろう。パキスタンで大きな企業っていうと、やっぱり何かしらの王族とかなんかそういう感じなの？それとも財閥は。あ、財閥がやっぱりあるんだ。力持ってます。あ、そういう感じなんで、こう若い人たちがゼロから上がっていけるっていうのもあるの？例としては難しい、やっぱり。あ、
なくはないけど、すごく稀だと思います。ああ、まあそれそうだよね。そもそも外の世界を知らなかったりするから、カーストに縛られ、カーストっていうか親の仕事を見て育った時に、なんかそのそこにある程度リミテッドな世界になってる、それ以外の世界を知らないというか、選択肢として持ってなかったりするので、あまり治安の良くないエリアっていうのはどのあたりにある？海側とか。海側は割といいです。DHA っていうディフェンスハウジングオーソリティ、アーミーの人たちが管理してるエリアで、はいはい、そこはあの、はい、物価というか家賃、土地がすごい高いので、あ、そうなんだ。本当になんかお金持ちの人のお家ばっかりだったりとか、こっちの方はだんだんと今ちょっと階級が低めになってくる感じです。でもなんか空港までの間は本当にもう低所得の人がいるわけでもないので、結構私たちが住んでるお家のあたりは割と高所得者のエリア、綺麗なモールもあるし、そこからどんどん離れていくにつれてだんだんちょっと治安が悪くなっていく。そうですよね。イスラマバードとかはまた街の雰囲気は全然違うの？全然違います。あ、やっぱりそうなんだ。気候が違うので、イスラマバードしかも新しい街で、後から作ったんですよね。あ、じゃあビルが新しいみたいな。あ、ビルは低いビルばかりです。あ、そうなんだ。カラチみたいな、もともとカラチに首都があって、はいはいはい、海沿いの街でやっぱ狙われやすいし、危険性がある理由なんだ。元々山の中だったイスラマバードに町を作って、そこを首都にしようって言って移動したんですよね。それが理由なんだ。途中、まあ、一気に行けなかったので、ラワールピンディっていう町に一回移して、そこからイスラマバードに行ったりしてるんですけど、だから山、こっちよりも全然緑が多いし、人工的に作った町なので、もう京都みたいに五番の目状みたいな道路が そうか、今どこにいるのかな。でもハイチの人たち全然笑、あんまり笑わなかったよね。だからそのギャップかもしれない。優しいイメージが。ああよかった。今のところは、いい印象しかないでしょう。だってこんだけしてもらって。おめえさん。すごいね。めっちゃおもろいね。彼、オービスさんは基本病院に行かれてるの、はい、それともずっと家で仕事してる感じ、じゃないかと思います。なんかね、そんなリラックスしている感じがしましたよね。そっかそっか。よく走ってますよね、あんなで。確かに。そうですね。子供は早いけど大人は遅い。だからよくオフィスの人たちも、子供を学校に送ってたから遅刻したんだとかいう人もいっぱいいるので。本当か嘘か。あと子供がちょっとでもなんか咳込んだりするとすぐ休みにしたりとか。なるほど。仕事の合間に時間見つけてお祈りするとかだと思うんですけど、でも金曜日のお昼だけはなんかみんなでモスク行っちゃうかもしれないです。へえ。で土日は休み？土日はそうですね。土日が多いです休みは。金曜のお昼とかお昼休み2時間あって、1時間お祈り用で1時間お昼用とか。金土日は使い物になる。なるほど、本当半分休んだね。ゆっくりだ。とかね。すごいや。
やっぱり日本車、韓国車が多いね、アジア。そうですね、最近キア入ってきて、うん、最近でもないか、数年前に、うん、日本車が9割、8割みたいな。いや、うん、確かに多い。ほとんど中古車ですけど、うん、スズキが、日本車の中でも5割ぐらいスズキ、うん、確かにスズキ見ますね。あ、ここ、ここだ。あ、ここ真っ白になってる壁が、うわーすごい。やば。やん。もう何度見たことか、写真で。シミュレーションの。シミュレーションしまくって、うわ。いやー、ついに来ましたね。あ、すごい真っ白になってるじゃん。やば。すごい。これ今までとまた全く違う環境だね、じゃん。うん。うん、やっぱこんな子雑踏の中に現れた。確かに、うん、その中に。すげえ。あ、やっぱ門の中だからね、安心はちょっとあるよね。そうですね。うん、いや、ガードもちゃんといてくれるので。あんまあると思う。朝子供がすごいって言ってました。あ、朝の小麦粉の、うん、なんか夜の2時ぐらいまでやってたって。へぇ、すごい。もうなんかあたかさんがもう絶対遅れちゃダメだって言ってすごいプッシュしてくれてて、この前マジで病院の人は無理無理とか言って。あ、あの方だ。あ、先生、先生だ。あ、お疲れ様です。 How are you?Nice to see you. Thank you. Yeah. I tried to learn good morning in Japanese. Yeah.